ちは。ですね、今日はすごくいいお天気で、外も多分15度くらいで、あの日本だったら15度ってそんなに大して暑いとは思わないんだけれども、イギリスだと結構あのもう春通り越して初夏みたいな、そんな雰囲気で半袖着てる人もいっぱいいるぐらいなんですけれども、で、まあそういういい気候なんで、ちょっとあのペールエールを飲みたいなと思ってこちらにしてみました。カッスルロックブリュワリー、ノッティンガムにあるブリュワリーなんですが、そこのハーベストペール、アルコール度数 4.3%、 で、まあ、あのここにも書いてあるんですけれども、2010年にですね、なんかあの、チャンピオンビアオブブリテン、グレートブリティッシュビアフェスティバルでチャンピオンになったビールらしいんで、私は飲んだことがないんですが、美味しいんじゃないかなと期待してます。まあ、あのチャンピオン取ったのはドラフトの方なんですけれども、まあ、あの瓶詰めの方も負けないぐらい美味しいんじゃないかなと思います。ペレルならではのゴールドのいい色です。かなりペール、いい感じですね。これ全部ついちゃってもいいかな、大丈夫。不純物みたいなのは特に入ってないですね。たまにあのラガーぐらい透き通ったペールエールみたいなのもあるんですけど、こちらはご覧の通りちょっと濁った感じでも、まあ、あの個人的にはこういうあのイングリッシュエールならではのちょっと濁った感じが好きなんですが、香り、あーなんだ、ちょっと今まで嗅いだことないような、なんかうん、あのなんだろうこれ、なんかね、あのロッテのガムみたいな、そんな清涼感、そんな感じのすっきりとした香り、うん、ちょっとビールには珍しい感じの香りですね。いただきます。美味しい、うん、あのペールエールならでは あのホップのでもあの苦味がそんなに嫌味じゃなくって、なんかこう厳選したホップを使ってるんだなっていう、うん、あの全然こう舌に刺さるような苦味とかじゃなくて、ホップの苦味なんだけれどもすごくまろやかでいい感じの、うん、あこれ二口目も結構まろやかですね。一口目はまろやかでも二口目になってくると苦味が強調されてくるビールっていうのもあるんですが、これは二口目でもかなりまろやかな味が続きます。うん、かなりすっきりしてていい感じですね。あの暖かい日には、うん、暑すぎずでも全く寒くなくて、どっちかというとちょっとこうあの歩いてたりするとじわーっと汗ばむような、そんな天候の日とかにはこういうビールが美味しいですね。うん、あの飲み進めていくとこう鼻の方に何て言うんだろう、こうちょっと甘みを感じるような感じで、うん、これはいけます。さすがに賞を取っただけあるなっていう、あの苦味がすごくあの上品に表現されてて、全くうんこう喉に刺さるような感じとかもなくって、もちろん炭酸のあの喉を通る時のこうシュワーとした感じはあるんですけれども、ホップの苦味っていう点ではかなりいいですね。うん、甘みもほのかにあるし、かなりいいと思います。ですね、これはまあスーパーで買ったビールで、地元っていうわけじゃないんですけれども、まあそんなに遠くはないんだけど、地元のビールではないんですが、ちょっと来週あたりまたすごくローカルなビールをご紹介したいと思います。では